シアトル市中心からスペースニードルを眺める他の塔、高層建築物との比較スペースニードルとは、アメリカ合衆国ワシントン州シアトルの中心地区にある塔である。1962年の万国博覧会の時に建てられたもので、当時累計230万人が入場した万国博で、毎日2万人がエレベーターを使ってこのタワーに登った。現在は市営である。 高さ184メートル、幅は最も広いところで42メートル、総重量9550トン。時速320キロメートルの風速と、マグニチュード9.1クラスの地震に耐えることができるように設計されている。また25本の平い針を備える。シアトル、およびアメリカが州国北西太平洋地域の著名なランドマークとして知られる。スカイシティレストランや、 見上げ物店などの主な施設は皆、地上から159メートル離れた展望台に設置されている。展望台からは、シアトル市街地のほか、オリンピック山脈やカスケード山脈、ベーニア山、エリオット湾に浮かぶ島などが見渡せる。来場者は、時速16キロメートルのエレベーターで、展望台に43秒ほどで上がることができるが、強風時には、 時速7 9トルまで速度を落とす。シアトルの夜景に浮かぶスペースニードルスペースニードルの建築はエドワード・カールソンとジョン・グラハム・ジュニア両者の接中案である。万国博の参加者で起業家のエドワード・カールソンは大きな気球を地面と結びつける構想を打ち出した。もう一つの構想は建築家のジョン・グラハムが考えた空飛ぶ円盤である。そして ビクター・ステーンブリュークが砂時計の形をした塔を提示した。スペースニードルは少なくともマグニチュード9.0の大地震にも耐えうる設計がなされている。しかし2001年に起きたマグニチュード6.8クラスの地震でトイレの水が漏れ出している。これ以外にタワーは強風にも耐える必要があった。時速 10km の風でも 16mm しか塔は揺れない。 展望台のレストランは展望回転式で47分間で360度のシアトルの景観を楽しめる。1993年タワー内のエレベーターの交換が行われ、時速 16km になり、降下時は雨の落ちる速度と同じになった。1999年12月31日、スペースニードルの展望台がスカイビームという光によって、 強く光り輝いた。光の高度は85万カンデラで、シアトル全体の上空を明るく輝かせた。スカイビームは、アメリカ独立記念日やいくつかの特別な日にしか、点灯しない。スカイビームのアイデアはもともと1962年の万国博のポスターから来たもので、なぜなら、ポスターの上には、同じようなビームが描かれている。スカイビームは大変明るいため、公害を引き起こし、 天文学者の反感を買った。もともと1年間に75回点灯させる予定だったが、最後の1年は12回も点灯することはなかった。アメリカ同時多発テロ事件の時には、スカイビームは12日間点灯し、哀悼の意を示した。当時、184メートルのスペースニードルは、ミシシッピ川より、西の建築物の中で一番高かったが、現在では、 シアトルの他の建物と比べても低い建物になってしまった。60年代のスペースニードルシアトルにあるブレンダン・ J ・サイゼフスキーという喫茶店がいわゆるスペースケージというデザインを生み出す。実はこれがスペースニードルの最初のデザインになった。このデザインのスケッチはエドワードがこれを見るまでずっとこの喫茶店に置かれていた。エドワードはホテル企業の会長で 実のところ芸術的デザインに全く理解はなかったが、彼がドイツを遊歴しているとき、シュトットガルトテレビ塔というタワーを見てインスピレーションを感じ、また1962年の万国博覧会のテーマが21世紀であることを知っていたため、そこで彼は気球のような建築物をデザインした。しかし、それはすぐに構造上の問題に突き当たり、頓挫することとなる。 この時ジョンがスペースニードルの設計に携わる。ジョンは有名な建築家で、以前は世界で最初のショッピングモール、シアトルノースモールを設計したことがある。スペースニードルのデザインでは、彼は気球のデザインを諦め、円盤デザインを採用することにした。そして彼と他の12名の建築家と共に検討と、研究を重ね、万国博の開幕18ヶ月前に、 ようやく最終のデザインを完成させる。空から見たスペースニードル1961年75000ドルする37メートル四方の土地が必要になるが不幸にも死は財政上彼らを援助しなかった。しかも博覧会会場の中でしか建築許可を与えなかった。資金不足からスペースニードルを建てる場所が見つからなかった。 この時開幕まで残すところ1年だった。スペースニードルの耐震性は信頼のおけるものである。なぜなら、このタワーは直径40メートル、深さ10メートルの円筒状の基礎の上に建てられているからである。多くのコンクリートミキサー車が丸1日の時間をかけて、この深い穴を埋めるのは、おそらくアメリカ西部で史上最大のコンクリート事業だろう。 この基礎はほぼ6000トンの重量があり、250トンもの鉄骨が入っている。現場では日夜作業が進められ、最上階にある5層目も順調に完成した。十分な水平差はタワーの回転式レストランに小型モーターを使い回転させることができるほどであった。エレベーターも開幕の1日前に設置が終わった。展望デッキにはオービタルオリーブの名が入り、 タワー本体には白色、入り口は赤色、屋根には金色でペイントされた。1962年4月、スペースニードルは完成した。すべての工程を完成させるのに要した時間は1年、足らず、建築費用は450万ドル。万国博の期間中、毎日2万人ほどの観光客がタワーに登ったが、終始2万人を超えることはなかった。 もし1日あたり50人ほど多ければ2万人を超えていたのが悔やまれる。工事中、スペースニードルはアメリカ西部で最も高い建物だった。1982年にタワーはさらに一層増築された。この一層はもともと設計段階では存在していたのだが技術的な問題で建築後20年を経てようやく加えられた。この層は 最多で360人収容可能である。1987年7月、タワーは南西に95メートル移動した。いわゆる移動は地図上の位置を修正したに過ぎない。なぜならアメリカ海洋大気庁が10年を期限とした衛星イメージマップ計画を始めたからである。つまり衛星写真を利用して地図を修正するわけで、スペースタワーのようなランドマーク性のある建物は、 優先的に更新される。2000年に補修工事が行われた。この工事にかかった費用は建築費用の5倍。かつて、スペースにイードルから飛び降り自殺が3件起きた。この3件はいずれも70年代に起きたもので、そのうちの2件は1974年に起きている。この時にはまだ安全ネットが貼られていなかった。3件目は1978年に起きている。 この三件以外にもう一人自殺を図っているが安全ネットにより一命を取り留めている。飛び降り自殺以外にベースジャンピングする者も,もいる。かつて6人がこのタワーの上から飛び降りた。事前に申請しておかなくては法律を犯すことになるのだがこの6人中2名が逮捕されている。スペースニードルはかつて多くの映画とテレビドラマの舞台となった。また、 Windows 8のロック画面にも現れる、など、ありがとうございます。